キチャンネル。ジョン、こんにちは。さあ今日はソードバンクホークスっていうね、はい、ゲーム差なしで、うん、ね、負けるっていう2位になってクライマックスシリーズ負けるっていうね、うん、でもちょっと納得できんことがあるね、うん、ソフトバンクは。え、ちょっと何ですか？言いたいね。え、なんかありました？あるよ。え、いや、里崎チャンネルって、はい、俺がメインでしょ、はい、普通に考えて。まあまあ里崎チャンネルですからね。矢川さんが、うん、まあいわば準メインみたいなもんじゃん。アシスタントです、MC だからね、はい、うん、おか、なんか先生が一番すげーみたいなコメント欄でめっちゃいっぱいになってるの。なんか確かに当たったとか言って、先生の目利きやばいみたいになってましたね。なで、ちょ、調子こいてんね。はい、いいね、す、当たってんじゃん。そうですよね、言った通りですよ、これいいね、うん、しかも1位じゃん。1位なんです。しかもいいね、当てるなんてすごいみたいな。ねえ、うん、この日のために本当にかけてきたんですよ、僕は。そうなん。はい、探して探して、うん、ミニまで行って、うん、はい、で、1位絶対やっちって、うん、で、1位で、うん、しかも、なんかお前育成もバズってたぞ、なんか育成も当てたらしいやん。そうなんですよ、うん、岡上くんでしょ。岡上くんですよ、うん。お兄さんの記事にまでなってますか？なった。なったんですよ。里崎チャンネルのスタッフが、うん、言った選手がネットでざわついてるみたいな。へー、そうなの。指名、お兄さん、いいね、いいとこつきますね。あー、気分がいい。え、そのニュースになってたんですか？知らん。ニュースが上がってます。へー、スポニチ見てみます。で、そこのコメント欄も、スポニチの記事のコメント欄にも、うん、あのチャンネル、あの動画は里崎関係ないって書いてたんですよ。そんなこと書いてないだろ。書いてないだ。だってなんかあのコメント欄にも、佐々木チャンネルはスタッフが有能とかって言って、はい、そんな1年間やってきて思ったことないけどな、そこまで。まあまあまあ、言われないよりはね、言われた方がいいかもしれないです。そんなんだって、あの最弱王でいつも弱いだけなのにな。そうですね。あ、うん、あれも面白いことなんでしょうね。調子こいてんな。調子こいてますね。完全こいてんな、視聴者の皆さん、コメント欄で甘やかしすぎやで。すごい調子のタイプなんですよ。まあね、ドラム終わった日からこの撮影がこんかなって俺も日めくりカレンダー作って感動した。そうなかな、ソフトバンク編と。いやでも本当気合いがめっちゃ入ってましたよね。だってあのグループラインに、はい、喜びのラインが来たもんな。バズってますみたいな。バズって、ま、コメントバズってますよみたいな。嬉しいわ。ほんま嬉しいわ。どうの、すごかったな。いいね、はい、ね、ドラフト1位で、はい、岡上選手もね言ってたのすごい覚えてますもん、うん、コメントだって SNS でも「おい、佐々木チャンネルのスタッフが言ってた選手や」みたいな、うん、そんな影響力あんの。しかも岡上君の動画を投げてるやつに、うん、まだファンの方がコメント言ってて「里崎チャンネルから来ました」って言って言ってるんですよ。へえ、どんなピッチャー、めちゃめちゃ探しに行ってるじゃないですか。全部探します。で、2位がね、はい、大津亮介投手。これ私が佐藤さんにお勧めした帝京大学。あ、そう、帝京大学からね、はい、2位になりました。うん、日本製鉄、はい、鹿島から、うん、ね、ピッチャー、まあ、即戦力ピッチャーです。また俺応援しなきゃいけないやつ増えてくるじゃん。さっき帝京大学戦もすごくて、はい、青柳塩見、はい、ね、で、広畑、うん、で、西村、はい、この2人はもうちょっと頑張んなきゃいけないけど、うん、で、またこれそうです、大津応援してくださいよ、ね、うん、うん、で、3位外野手甲斐郁美選手、これも私の推しです。袴田枠です。東国時代、はい、の副陣4番打ってる、パンチ力ある選手。あれな、ソフトバンクとつながってんの。もういや、推しばっかり押し込んでるやん。あの全部見てるんじゃないですか、どうか。見てるのかな。私、甲斐選手も推してたんで、うん、はい、大津も推して、うん、で、いいでも推して、はい、推しばっかり入れてるやん。営業してんの。いや、いや、あの私たちの意見をソフトバンクさんが動画見ていいなと思ってくれてるんですか。そうだろ、はい、あ、でも甲斐何人いるんだ問題みたいな。甲斐の投手もいますからね。あ、そうだね、はい、うん、で、4位が大野和夫、大島、そうです、いいの、うん、へえ、で、5位が松本春投手、はい、アジア大学、うん、じゃああれ青山と同級ってこと。そうです、田中道也とトビージョン手術を受けたって書いてる、3年の時に。へえ、で、6位入ってるな、保守吉田健吾、はい、桐蔭横浜大学、うん、三冠王、うん、うん、で、育成が、はい、赤羽、え、これ赤羽ですね、赤羽、うん、山下、木村、内野、岡上、佐々木、水口、宮崎、重松、前田、佐藤、富田、西尾、森島、うん、14人、計14人、兄弟、水口選手、
お迷ってるらしいね。迷ってますね。そのまあ迷うよな。兄弟で試合からっていいけど、育成で兄弟ってなった時にな、ちょっと迷うよな。だって育成ってプロ野球選手じゃないからね、研修生みたいなもんだからね。あ、まあそっか、練習生とか。迷いますね。迷うな。でも兄弟という経歴あったらプレーやってからでも就職できそうだけどな。でも研究してるらしくて。あ、研究職ですか。もうあるったらやっぱ研究した方がいいじゃん、はい。だからそこら辺難しいよな、あ、研究してるのは東大の子だったから。あれ、あの医学部は東大だよね、医学部が兄弟でなんか PT かなんかの方なんだよね。なんかそういう理学療法士的な感じらしいけどね。だからそこら辺ね、難しいよね。難しい、問題的には。でもまあちょっとね、ホークス、メッセージ込められてます。え、育成時で試合から、はい、メッセージ込められてます。はい、わかる、聞こえてきました、メッセージ。メッセージ、はい、え、来年優勝しますもう楽天と一緒やん。いや、それかなと思って。近い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 。 60% ぐらい正解。あ、 60%、 今年こそは負けません。まあまあ、ニュアンス一緒。でもやっぱり YouTube だから、はい、やっぱ面白い言葉をチョイスした方がいいじゃん。あー、なるほど、そういうことか。ニュアンスは間違ってない。あー、やっぱ YouTube だから、もう優勝します使ったじゃん、3度目の正直あ、2連覇されてるから。2連覇されてる。あ、じゃあ俺が受け取ったね、はい、コメント。メッセージお願いします。尻に火つきました。おお、もうちょっと余裕なくなってきたね、はい。まあ、今までやっぱりね、ほぼほぼ高校生で、なんか高校生にシフトして育成で、みたいな感じでね、やっていこうみたいなドラフト、はい、戦略のように見えたんだよね、でもあのチェックの時に言ったけど、ほぼほぼ試合外で取った選手が怪我もなく一軍でフルタイム働いてる選手っていないんだよね、はい、全部育成から這い上がってきて、っていうところでね、なった時によ、まあ、いいね選手は、まあ、今宮がね、もう年もね32歳だから、はい、まあ、やっぱ次育てていかなきゃいけないね、ってなった時にはまあまあいい選択だと思う、はい。で、2位、3位、5位、6位、大卒社会人。あ、本当だ、珍しいよ。 1-4 だけなんだ、高卒が、最近のドラフトでは非常に珍しい、こういうソフトバンクで、なった時にね、大津亮介ピッチャー、松本春、ピッチャー、やっぱりね、千賀も FA で抜けると、はい、ね、ピッチャー森も若干この守護神の時から落ちてきてると、で怪我人で抜けたりもすると、なった時に、いや、もうピッチャー育成ばっかり言ってらんないな、っていうところがね、この2人を選んだ理由としてあるよね、はい、右左でね、1枚ずつ。だからリリーフの左もね、まあ、加山もね、はい、もう34歳だからね、そっか、そんなにずっとね、っていうところもあるし、リリーフでいうとね、まあ、モイネロ、まあ、あとタウラとかね、っていうところもあるけども、やっぱちょっとね、まあ、大関加瀬谷もあるけども、ちょっとリリーフの左に不安要素あるな、っていうところでね、この松本、ひょっとしたらリリーフかもしれない、はい。まあ、先発も全体的に左がちょっと薄いからね、だって和田が42歳でまだね、ローテーションバリバリだから、いった意味ではこの左の松本投手も抑えと、ね、抑えておきたいところではいい選手、チョイスだったし、まあ、大津選手はね、しっかり、まあ、先発なのかリリーフなのか分かんないけども、はい、まあ、ピッチャーもね、やっぱ厚めにしとかないと千賀が抜けるからね、30歳、まあ、そこら辺はね、まあ、だから即戦力的に、あと外野ね、はい、外野はだってまあね、まあ、柳町がね、今年うまくいったけど、やっぱ上林と栗原が怪我して、はい、もう一回やり直すから栗原間に合わないね、開幕、間に合うかどうなのかなっていうところはあるけども、まあ、そこら辺の抑えとしては、取っておきたいっていうね、はい、まあ、地元だしね、向こうが、はい。で、まあ、キャッチャーね、キャッチャーはね、多分ね、もう下位以下のキャッチャーを信頼してないで、ホークスは、はい。だから多分、その FA でミネイとか取ろうとするわけよ、はい、そうですね、だって地位がいないってなっちゃうんだ、2番手を補強したいんだよ、2番レギュラー補強したいんだったら分かるけど、はい、2番手を補強したい、でもう今いる人たち誰も信用してませんみたいなことじゃん。いやー、もうそうですね。だからね、キャッチャーだと海の、はい、クッキー、って言ったところだね、はい、もう信用されてないよね、正直ちょっと辛いですね、
で渡辺陸ホームラン打ったけどね、はい、いい感じでね、下手したらコンバートされちゃうよね、はい、バッティング生かしてみたいな、うんうん、だからもうね吉田選手大卒キャッチャーを取ったと取ってるのよここでね、多分信用されてないんだよ、だからそこら辺もっと頑張っていかないとね、はい、信用されないよっていうね、はい、ところにもなるし、あともう育成はねガッツリ取って、はい、あこれ3位の木村くんも先生教えたんですか、はいそうですよ、仏教だよね、3位の木村、うん、育成の、はい、ああそうだ言ってた ね、主演歌じゃなかったか、うん、ねめっちゃいいって言ってましたね、仏教大の、うん、まあでも怪我してたんだよね最後ね、うん、あ、そっかそっか、うん、そうそう、だから多分育成になったかも、だから能力的には試合下の能力あるんだよね、はい、あ、じゃあ後々上がってくるかもしれないですね、十分、ね、うん、うん、あるよね、おだからちょっと尻に火がつきましたよ、ドラフトだね、うん、メッセージ的には、はい、メンバー的にはそうですね、うん、だからそこら辺やっぱりね、この大津、大野、まあ、大野はこう高校生だからね、うん、あれだけど大津、松本っていうところと、はい、この吉田のね、キャッチャーがどうなのかっていうところはね、はい、ホークスにとっては大事になるから、そうですね、うん、あと結構ね、先生も私も押してた選手が結構ソフトバンク入ったん で、 です、すごいじゃん、どうなってくるかっていうのがね、多分編成の方見てるんですよね、見てるの、見てます、最後は多分最終チェック前日にやってると思うんですけど、それ見ながらやってると思うんですよ、最終チェックスカウトが有能かどうかってチェックしてるんですよ、うん、見てくるね、でも本当にもしかしたらあのスポーツ店の方がこの千賀投手って言ってた感じで先生が岡上君って言ったの、本当にじゃあちょっと入れとくかそんな影響力あんの、このチャンネルですか、メガチャンネルですよこれは、まあまあそうだけど俺が言ってないでよそんなわけもわからんおっさんが言ってんだよこれ5年もすごいことになったらやばいですねそうですね、はい、本当に千賀クラスになったらすごいですよねお前あ5年後そして5年後、まあ、スカウトに転身してっちゃうついにあのスカウトからスカウト来るんじゃないですか、うん、あるんじゃないですか、辞表って言って、うん、はあ、そしたらあのドラフトの時だけ呼ぶからお前あのそこに座っていいよでもそうね、オスメス選手がね、うん、またいっぱい入っていくのもね、はい、まあいいし嬉しいですよね、はい、うん、楽しみです、まあね、その選手たちも頑張ればね、はい、引き続きサザリチャンネルで継続してね、はい、名前が乗り続きますから、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね、はい